ちゃん、ダイヤルかな、ベーハーバランス、ベーハーコントロール、コントロール、フィッシュ味、食べてる、懐かしい味で、懐かしい味、ちゃうな、これ味違うのかな、でも匂いは似てる、うん、同じの、うん、やっぱりベースは一緒じゃん、ベースって、うん、ダイちゃん、ラビトワレにおしっこしましたが健康食に戻りました。大ちゃん行くよ。どこ行ってんの？寒いね、行ってられるけど。ちゅうか、どこ行った？どこか消えた。行きます、はい、行ってらっしゃい。はいよ、ただいま、はい、ふみちゃん勢いがないじゃん、ふみちゃん、あれちょっと、ちょっと、にゃーわけないじゃん、にゃーとも言わない、なんだよなんだよ、だいちゃんただいまお歩道には太陽風力、そして豊かな太陽光など国営の条件があります。これらを活用し推進していくべきです。今後私たちは歩道の運輸交通手段をガソリンを一切使わない生活再生可能エネルギーを利用したものに転換し、モデルとなる
う島を作り上げていきたいと思っています。原発の停止について非常に心配しています。今年は電力の使用制限が行われるかもしれません。そんなことになれば台湾経済にとって大きなダメージとなります。再生可能エネルギーを 20% にまで高め原発をなくせば当然発電コストは高くなります。一部は天然ガスを使いますが電気代は必ず大幅に値上がりします。台湾北西部の町で住民たちが反対しているのは発電用の風車の建設。風車から出る騒音が健康に悪影響を及ぼすなどとして激しく抵抗した。結局この地域では建設計画の大半が中止に落ちる。予断する可能性もあると思います。そういうことは分かっちゃダメだよ。はい、お刺身、お刺身、ささみチーズカツ、お味噌汁、ご飯いただきます。お腹空きましたね。お疲れ様でした。一週間終わりました。お母ちゃん、明日明後日連休です。いただきます。あ、竹島水族館。いつものように大好きなゲートに飛びついたミミちゃん。やっぱりこれを地嵐はどこって言ったらこれのところに案内してくれる。で買ったり、え、アマゾンにあるの。うん、いや楽天でも売ってるんで。東京メーカーひよこ、福岡じゃなかったんですか。これ難しいからな、福岡の方がサイズあるもんな。そうなんですか、よくわからないですけど、昔お父ちゃんってお母ちゃんのお父ちゃんが、買ってきてくれる仕事で福岡に行くと買ってきてくれる。はい、行ってきます。ピヨコ小麦、ひよこ、小麦、ひよこ、小麦、ひよこと小麦、いただきます。はい、待ってね、小麦とひよこのツーショットするからね。はい、ひよこかわいい、チュッチュッチュッ、鼻息で飛んだそんな奇襲系の生まれたばかりのお父ちゃんはおけついただきます。なんとかする、うまいぞ。はい、じゃあ、はい、ちょっと上半身しかなくなったけど、チュッチュッチュー、もう転がるんはええわ、飽きた、飛んでくる、もう飽きた、もう飽きた、飛びなさい。大ちゃん、どこの爪痛かった。どれやったっけ。手、足、手、ずーっと連続してずーっと何時間住んでたら来てくれるの。犬と住みたい街ランキングで1位になったことが静かなところなんですね。こっちから出てしまった。大ちゃん出ちゃったの。可愛い赤ちゃんと。こっち誰が決めたんですかね。めんどくせー
新ムードザ・ゴールド。ほらこの店星4つ、レビューでも評価高いし間違いないから。それよりも部長が美味しいかどうかじゃないですか。知っちゃった新ムードザ・ゴールド。水垢なかなか落ちなくて、イナックスって言ってるのに赤って言う。水垢黒すぎです。ソイラ、ソイユーロ、わかんない。黒ずみ知らず、リクシルのトイレ、イナックス、黒、そうだね。水垢の中だ、どうぞ。ギリギリセーフ、ギリギリセーフ。泡で泡でセーフ。いや、オイラはセミのようには飛び散らさない。泡で飛び散り防ぐ、リクシルのトイレ、イナックス。小麦です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいにゃ。また見てにゃ。ほなにゃ。